リスマスソングという曲をお送りして終わりたいと思います。
して、やまないミュージシャン、ギタリストであり、ベーシストなんですけれども、本当にあの今年私に勇気とパワーをたくさん、いただきまして、とてもご自身過酷な状況の中、こんなに素敵なギターを弾いてくださいました。実はですね、吉本さんは、両耳が聞こえないんですね。両耳が聞こえないまま、こうやって素敵なギターを弾いてくださいました。今年の6月に、人工内耳の、手術をされて、まだ半年しか経たないんですけれどもね、現状とかいろいろありながら、本当に自分の中でいろいろ戦って、苦労されて、こういうふうに私のために、皆さんのために演奏していただきました。紹介いたします。大見田吉本の雰囲気。で、今日はですね、こういうちょっと、下の方に置いてあるんですけれども、吉本さんがですね、作られたとても素敵な、CD もございますので、もしよろしかったらご購入いただきたいと思います。それからですね、あとは、下関の方でですね、バンドワゴンという、ライブハウスがあってあるんですけれども、そこの、オーナーさんもされておりますので、もしよろしかったら、木曜日、金曜日に営業しておりますので、足を運んでいただけたらと思います。私も時々そこで歌わせていただいています。ということです。それではですね、まだまだ、お食事や飲み物を、続けられてですね、クリスマスを、楽しんでいただけたらと思います。そして、今回は、ありがとうございました。